速稼塾の久保です。持続化給付金についてちょっとお知らせしますね。私が持続化給付金をこういうふうに、ね、動画でお知らせするようになったのは4月の末ぐらいでしたね。そして5月にはすでに私は持続化給付金の申し込みをして、そして、一番最後の、ね、受け取りが6月の半ばぐらいだったと思います。まあ、こんな感じでね、私の場合は最初の40日50日で全て持続化給付金の方を理解して、申請して、そして受給まで完了してるわけなんですよね。まあ、そういうことを通じて、このね、皆さんにも持続化給付金の可能性っていうのを追っかけていただきたいなと思いまして放送を続けてまいりました。だんだんね、私もね、持続化給付金自分の分が終わったんで意識は遠のいていくんですよ。そして皆さんからいただいた質問がなければもっと遠のきます。ということで、たまにね、お問い合わせいただくんですけども、その頃には意識が離れていて、それからもうね、私も法人の自分のスキームしか実行はしてませんので、多くの方は個人事業主としての開業届と確定申告をされていると思うんですよ。そうなると私もね、実行したわけじゃないんでそこまで細かくは答えられないのと、あとね、日々ご質問が来るようなものでもなくなってきたんで、だんだん本当意識遠のいてます。そういうところでね、皆さんにはね、本当に諦めてほしくないなって気持ちもありますんで、どんどん取り組んでいただいて、それからね、もうすでに持続化給付金受け取っている個人事業主の方とか、開業届を後から請求の方もいますんで、そういう方と密に連携を取って、お互いにね、学び合うってことをやっていただきたいと思います。というのがね、持続化給付金、今の時点では受給対象じゃなくても来年の1月まで申請期間ありますんで、来月とか再来月とかその次とかね、10月11月に対象になる可能性大いにあるわけなんですよ。でその時に自分が一人でやるのか、それとも今のうちに関係を作っておいて、その方と一緒にやらせていただけるのかってこともね、十分重要な資産構築になりますので、その辺もね、考えていただきたいかなと思います。私の方は法人でやっている形式上、法人のご相談はね、結構乗れてきたんですけども、個人に関しましては分からないこととか、実行してないんで自信を持ってね、お伝えできないことが結構多いんですよね。そういう意味でも大分速稼塾の松本さんにいろいろとお話をね、させていただいてるんですけども、まずはね、持続化給付金は絶対取れるってことをね、よくよく確認してもらいたいんですよ。自分の事情ダメなんだと思ったのはそのご自身だけですからね。やっぱり制度上書類が出れば通るんですよ、それだけですから。ですので、開業届が必要なら開業届を作って出す、それから申告が必要でしたら申告をする、おおむねこの2つだけですからね。なんかすごく難しい形を押し通そうとしてできなかったとかね、中には相談する税理士さんがちょっとね、難しそうな人なんで、性格的に難しそうな人なんで遠慮しちゃったみたいなこともありますけども、やっぱりね、100万円とか200万円っていうのを取りに行くわけですから、それなりのことはあるわけですよ。でも、あらゆるビジネスで100万の200万の利益を出すよりは非常に簡単です。逆に言うと、こういう制度が使えずに、私たちは利益の追求っていうのはなかなか難しいと思うんですよ。そういう意味でもね、課題に取り組むつもりでちょっとチャレンジしていただいて、100万円なり200万円なりをね、掴んでいただきたいと思いますね。諦める必要は全くありません。ただ、私の方からは、放送はだんだんなくなっていきます。なぜなら皆さんからのアプローチがなくなっていくからなんですよ。全盛期っていうのはやっぱりこれ6月のね、半ばから7月の上旬にありました。自分も取りたい、私も取れましたみたいなことですごくね、いただいたんですけども、もう受給が完了すれば基本的に私に相談する方は減りますんで、まだね、取れてない方はもうこうブームがね、去ってしまうようなら、しまうと感じるんだったら余計に自分でブームを巻き起こしていくっていうか、たくさんのね、コミュニケーションを取っていただきたいかなと思います。私で答えれないことは私じゃないんですけども、大分のね、松本さんの方にもご相談申し上げたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは本日は以上です。